マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズ24回戦の模様をお送りしてまいります。カープの先発は左のジョンソン、対するベイスターズの先発は右の平良、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。左のジョンソン、これが25試合目の登板。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、バッター守備の名手大和。第9投げた、初球はストライク。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、膝元、外れてボール。第5球投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。菊池、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番桑原、投げました、見送ってストライク。まずは入れてきました。さあ、次の投球、投げました、カットボールはボール、アウトローへ。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、センター前ヒット、クリーンヒットです。桑原、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、初球決まってストライク。まずは決めてきました。一塁牽制、タッチセーフ、初球ストライクから。第2球ストライクになった、二塁盗塁成功。ランナーを二塁に進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、打ったに当たりだ、一塁へ送る、アウト。ロペス、いい当たりでしたが、セカンド正面。カープ、なおもピンチが続きます。初球はカットボール、空振り、少し迷ったか。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、打ちました、右中間へ持っていきましたが、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。得点圏にランナーを送りましたが、先制点には至りません。ベイスターズ、初回は0点に終わっています。右の平良、これが24試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。バッターはコイン、ユーティリティ、阿部。危ない球。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、ストレートに送ってストライク。次は4球目、投げました、打ちました、1、2塁間へ、ロペス取った、ロペス自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番松山、投げました、インコース高め、スライダーは外れてボール。第2球スライダー、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。次が4球目、投げました、打った、左中間へ持っていきましたが、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番鈴木、通算105本塁打まであと5本として、打ちました、初球打ち、ファーストの左、ロペス自らベースを踏んで3アウト。平、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。1回が終了しまして、ベイスターズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターは不屈の男、筒香、シーズン最多本塁打記録まであと5本としています。第2球投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打った、阿部ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。
右バッターボックスは6番外第9背番号90カットボールはボール第2球2球目ストライク投げた決まったストライクワンボールツーストライク追い込んでいます追い込んで投げた打った痛烈な当たりヒット打球が転がっているバッターランナー一塁蹴って二塁も狙う外いいバッティングを見せましたカープ先制のピンチを迎えますバッターは7番新島背番号第9投げた完全に外れたボール第2球投げましたまっすぐ見送ってストライク第3球アウトロー空振り追い込んでいます第4球を投げました打ちましたセンターへの打球ヒットセンターバックホーム新島ナイスバッティングですなおもピンチが続きますチェンジアップ決まってストライクさあ次の投球ボール投球は3球目投げましたアウトローを見送ってストライクワンボールツーストライク追い込んでいます第4球を投げました空振り三振先ほどのプレーですバッターはピッチャータイル第9球初球空振り投球これから2球目これもしかし空振り追い込んでから投げました外れたボール第4球を投げた見送ってボールさあ投球は5球目打ちましたファールボール第6球を投げたストレートはボール投球これから7球目打ちましたタイル追い込まれていますが粘りますランナースタートを切った三振さあリプレイです三塁にランナーを置きましたが先制点を挙げられませんでした2回の表が終わって0対02回の裏これからカープの攻撃に入りますバッターは3拍子揃った名手丸第9真ん中にストライク投球これから2球目完全に外れたボール第3球を投げた打ちましたいい当たりボールはライナーで右中間へヒットになりますボールが転がる丸一塁回って二塁へ丸ツーベースベイスターズ先制のピンチを迎えますバッターは5番メヒア初球空振り第2球投げた打った二塁ランナー三塁へライト前ヒットメヒアいいバッティングを見せましたベイスターズなおもピンチが続きます第9投げた低め外角ストライク第2球投げましたアウトローボール第3球を投げました3球目空振り追い込んでいます第4球を投げましたボールさあ投球は5球目ボール第6球を投げました打った当たりだセンターへの犠牲フライになるか取った丸スタートを切った三塁ランナーホームインカープ1点先制1対0こちらが先ほどの先制のシーンです左バッターボクサー7番田中第9初球に送ってストライク第2球ボール第3球を投げました打ちましたあっと引っ掛けたロペス掴んだタイル取ってアウトツーアウトランナー2塁に変わりますバッターは8番石原タイルピンチの場面でどういう投球をしてくるか第2球投げた2球目ストライク第3球を投げた3球目空振り
追い込んで第4球を外角スライダー見逃し三振。2回の裏が終わりまして1対0ベイスターズ先制点を奪われています。ベイスターズこの回1番からの高打順になります。バッターは守備の名手大和。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球真ん中ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、ショート右への打球、一塁送球アウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番桑原。第9球投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、ファール。投球はこれから3球目、インハイ空振り三振、桑原全くタイミングが合いません。第9球投げました、初球はストライク。第2球投げました、打ちました、レフトの左、レフト前ヒット、ボールが点々と転がっている。ロペス二塁も狙う、バッターランナー二塁でストップ、ロペスツーベースヒット、カープ同点のピンチを迎えます。バッターは4番宮崎。ベイスターズ一打同点のチャンス。第2球投げました、決まってストライク。セカンド牽制球です、タッチはセーフ、二塁はセーフ、打った流し打ち、メヒア交代ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、カープ追いつかれました、1対1。同点の場面映像でご覧いただきましょう。バッター不屈の男筒香、シーズン最多本塁打記録まであと5本としています。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。さあ次の投球、外のボール引っ掛けた、メヒアボールを掴んだ、一塁送球、ジョンソン取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対1ベイスターズ、この回1点返して同点としています。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャージョンソン、投球これから2球目、ボール外角高め。第3球を投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はボール投げました、スライダーボール、次が6球目投げた、三振、2者連続三振。バッターはコインユーティリティ阿部。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、追い込んでから投げた、インロー際どい球、ボール、次が4球目投げた、打ちました、大和ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは2番松也。第1打席はセンターフライに倒れています。ベイスターズここは引っ張りに警戒します。第2球空振り、第3球を投げた、3球目空振り、さあ4球目ボール、第5球投げました、変化球空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしております。広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズ、ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは外、投げました、ボール、第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球は打った、痛烈な当たり、センター前進、取りました、これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番新島、これが2度目のバッターボックス。第9投げました、危ない球。第2球投げた、
外れた、ボール。投げた、決まってストライク。第4球を投げた、ボール。ストレートはボール。第5球投げた、真ん中にストライク。次は6球目、投げた、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った、阿部うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番柴。今日の第1打席はスイングアウト、投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げました、変化球ストライク、外角高め。第3球を投げました、危ない球。さあ4球目、打った、続き余裕があります、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。ベイスターズわずか3人で攻撃が終わりました。4回の表が終わって1対1、現在同点です。カープ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは鈴木、通算100号本塁打まであと5本としています。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。切れていきます、ファール、投げました、見送ってボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3拍子揃った名手丸、通算150号本塁打まであと4本としています。第9球投げた、初球落ちました、スタンドに入りました、ファール。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んで投げた、打った、これはショート正面、山取った、一塁へ送る、記録はヒットになりました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番メヒア、今日2度目のバッターボックス、初球決まったストライク。第2球、丸走った、これはストライク、キャッチャー2塁線、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。第3球を投げた、外角低め、空振り三振。4回の裏が終わりまして1対1、同点です。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー平良。第2球投げた、ストライク、膝元厳しいところ。第3球を投げました、カットボール決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、チェンジアップ、空振り三振。バッター守備の名手山、今日はセカンドゴロとショートゴロ、投げました、おーっと当ててしまった、デッドボール。バッターは2番桑原、これが3度目のバッターボックス、一塁タッチセーフ。第9、一塁ランナー出た、ボールを二塁へ送った、盗塁成功。ランナーを詰められてしまいました。先ほどのプレーです。投球これから2球目、見送ってストライク、肩越しにランナー見た、投げました、打った、第4球を投げました、打った、セカンドライナー、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、初球空振り。第2球投げた、アウトサイド直球はボール。第3球を投げた、決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げた、危ない球。さあ5球目、変化球、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。さあリプレイです。5回の表が終わって1対1、現在同点です。5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは菊池。第9投げた、もうベイスターズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから2球目、危ない球、投
投げました。直球ストライク。第4球を投げました。打ったいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。センター下がった。センターからセカンドへ。菊池ツーベースヒットを放ちました。ベイスターズピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番田中。ベイスターズ一打負け越しのピンチを迎えています。第2球投げました。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。ピッチャーから一塁送球アウト。ランナー三塁に進みました。ベイスターズなおもピンチが続きます。第1球投げました。初球に送ってストライク。1球目ストライクから第2球流し打ち。どうだ。ロペス自分でベースを踏んでアウト。これで2アウト。ランナーは三塁変わりません。第2球投げました。直球に送ってストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。投球これから4球目。ストレート。空振り三振。リプレイをご覧ください。三塁までランナーを進めましたが勝ち越し点は挙げられませんでした。前半が終わりまして1対1同点です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは宮崎。投げた。外れた。ボール。第2球投げた。見送ってボール。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げた。アウトコースいっぱい。ストライク。第5球投げた。インロー空振り。第6球を投げました。打ちました。さあ7球目。高め。空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは不屈の男筒香。シーズン最多本塁打記録まであと5本としています。今日はサードゴロとファーストゴロ。さあ次の投球投げました。ナックルカーブ見送ってストライク。これで追い込みました。投球は3球目。投げました。見逃し三振。ジョンソン3球で仕留めてみせました。先ほどのプレーです。右バッターボックスは6番ソト。今日3打席目。投げました。初球空振り。初球空振りから第2球投げました。内角高め。外れてボール。投球はこれから3球目。空振り。タイミング合いません。第4球を投げた。カットボール。空振り三振。4連続三振になりました。さあリプレイです。ベイスターズ後半戦は三者凡退からです。6回の表が終わって1対1現在同点です。平降板。左の田中、これが28試合目の登板。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第1球投げた。初球打った。当たり損ねのサードゴロ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番松山。今日はセンターフライと三振。初球打ち引っ張った。ライトへのフライだ。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番鈴木。通算100号本塁打まであと5本としています。今日はファーストゴロとセンターライナー。第2球投げた。2球目ストライク。投げた。3球目ストライク。さあ4球目。直球。空振り三振。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしております。広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズ6回までが。さあここは守備を変えてくるようです。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは新島。第9ストライク。第2球投げた。2球目ストライク。
第3球を投げました。一つ外したボール。投げました。インコース引っ張った。打球はライト右へ。ファール。第5球投げました。空振り三振。バットアウト。5連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。代打は梶谷。通算100号本塁打まであと9本としています。背番号3。初球はストライク。投球これから2球目。直球空振り。少し迷ったか。第3球を投げました。打った。痛烈な当たり。ライト前進。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは代打関根。ベイスターズ続けざまに代打を起用してきます。投げました。外角高め見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げた。ストライク。まだまだ厳しいところでした。これで追い込みました。追い込んで投げた。おっと、デッドボール。バッターは守備の名手山。第9球投げた。見送ってストライク。第2球ボール。第3球カットボール空振り。追い込んでいます。さあ4球目。アウトコース高め。見逃し三振。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。田中降板。右の三上、今日3番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。これは上がりすぎたか。レフト前進。左中間のフライ。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番メヒア。これが3度目のバッターボックス。投げた。速球ストライク。外角高め。まずは決めてきました。第2球投げました。2球目空振り。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。初球見逃し三振。バッターは6番菊池。第9投げました。初球から打ってった。ロペス下がっていった。掴んで、これで3アウトになります。三上この回きっちりと3人で抑えています。7回の裏が終わりまして1対1カープ。ラッキーセブンは無得点で終わりました。ジョンソン降板。右の中崎、今日2番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました。ストライク。村本厳しい球。第2球投げた。流し打ち。メヒアバックしていった。ファルボール。打ちました。三遊間一塁送球。記録はヒット。記録はヒットです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッター頼れる助っ人ロペス。ゲッツーだけは避けたいところ。第9一塁ランナー走った。盗塁成功。ランナーを詰められてしまいました。リプレイをご覧ください。カープ外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げた。打ちました。フラフラッと上がった。ショート落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト。ランナーは2塁変わりません。第9打ちました。初球打ち。これはセカンド正面。アウト。カープなおもピンチが続きます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。カープここは引っ張りに警戒します。第2球投げた。外角低めいっぱい。ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。インコース引っ張った。打球はライトへ。これはヒットになります。カープここで勝ち越しを許します。2対1。中崎ここは踏ん張れませんでした。これ以上離されるわけにはいきません。右バッターボックスは外。第9外角低め見送ってストライク。
第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打った。次が4球目、投げました、打ちました、セカンド真正面、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって2対1、ベイスターズ優勝なるか、あと2イニングとなりました。三上降板、マウンドに上がったのはパットン。今日4番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、打ちました、ファール。第2球投げました、打った。第3球を投げました、インロー、ストレートは外れてボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ボール。投げた、打ちました、ファールボール。第7球を投げた、打ちました、これはライトフライになった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2000本安打の好打者、新井。第9投げた、インロー見送ってストライク、伸びのあるストレート。第2球投げました、直球ストライク、外角高め、簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました、151キロ直球、空振り三振、パットン、ナイスピッチング。第9投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。パットン、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。8回の裏が終わりまして2対1、ベイスターズ1点リードは中崎降板。ここでマウンドに上がったのは今村。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、初球引っ張った、ライトの右、ファール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打ちました、右中間へのフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番梶谷、通算105本塁打まであと9本としています。初球決まってストライク。第2球投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げた、打った、流し打ち、三塁線切れました、ファール。投げました、打ちました、新井、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターはバントの名手石川。第9球外れた、ボール。第2球インハイ、外れてボール。第3球を投げました、外角低め、見送ってストライク。第4球を投げました、落ちるボールは空振り、タイミング合いません。第5球投げました、完全に外れた、ボール。投げました、高め、空振り三振。9回の表が終わって2対1、ベイスターズ念願の優勝が近づいてまいりました。パットン降板、そして最後は守護神の山崎。最終回1点差でマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。スライダー、ボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ4球目打った、取りました。さあペナントレース、いよいよ大詰めに入ってきました。第9球初球見送ってストライク。さあ次の投球
投げた、ボール。第3球を投げた、内角際どい球、ボール。さあ4球目、これはいい当たりだ、入れば同点だ、いった、入った入った、ホームラン、第13号同点ホームラン、カープファンで埋め尽くされたライトスタンドに吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました、山崎きつい一発を食らいました。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは3番鈴木、通算100号本塁打まであと5本としています。投げた、ストレートはストライク、1球目ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、変化球はアウトローへ、ボール。投球これから4球目、これは引っ掛けた、フラフラッと上がった、山崎落下点に入った、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッター3拍子揃った名手丸、今日はここまで3打数2安打、投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、危ない球、投球は3球目、投げました、危ない球。第4球を投げた、危ない球。次は5球目、ストライク。さあ6球目、高速シンカー、空振り三振。9回まで終了しまして2対2、試合は延長戦にもつれ込みます。今村降板、マウンド上はフランス、今日4人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた、初球はチェンジアップ、空振り、少し迷ったか。第2球ストレート見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。投げた、打ちました、打球はレフトの左へ、ヒット、ヤマト2塁を狙う、ヤマトいいバッティングを見せました。カープピンチを迎えます。先ほどのプレーです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは桑原、今日はここまで4打数2安打1三振。第2球投げました、チェンジアップ見送ってストライク、投球は3球目、投げました、ストライク、タイミング合いません。追い込んでから投げました、打った、ショート正面、アウト、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、見送ってストライク、アウトコース高めに入れてきました。第2球投げました、インコース低め、ボール。第3球3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール、アウトコース高め。次は5球目投げた、危ない球、次がラストボール、インコース引っ張った、レフトの左、ファールボール。投げた、ストライク、見逃し三振。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは宮崎、今日はここまで4打数1安打1三振。投球これから2球目、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、見逃し三振、フランスはナイスピッチング。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。得点圏にランナーを送りましたが勝ち越しはなりませんでした。10回の表が終了して2対2、現在同点です。山崎降板、マウンド上ピッチャーは須田、これが28試合目の登板。カーブ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた、初球空振り、
第2球。高め際どいボール。第3球を投げました。外れたボール。さあ4球目。高め決まってストライク。第5球投げました。打ちました。ファールボール。さあ6球目。打った。センター方向に持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番菊池。これが4度目のバッターボックス。第1球投げました。1球目ストレート空振り。第2球投げました。カットボールはボール。投球はこれから3球目。危ない球。第4球を投げました。打ちました。ファール。ベイスターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打ちました。いい当たり。アウト。菊池いい当たりでしたがショート正面でした。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番田中。投げた。ストライク。タイミング合いません。第2球またも空振り。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。初球見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。10回までが終了しまして2対2同点です。フランスは降板、右の九里今日5人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。初球を打ちました。左中間へのフライですが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはバントの名手伊藤。第9ボール。第2球投げた。シュートはボール。投げました。3球目ストライク。投球これから4球目。見送ってストライク。追い込んで投げました。打ちました。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには新島。今日はここまで4打数1安打1三振。第9ボール投げました。アウトコース高めいっぱいストライク。第3球は内角高めいっぱいストライク。第4球を投げました。空振り三振。ボール球で仕留めました。最後は空振り三振に倒れました。11回の表が終了して2対2現在同点です。須田降板、右の藤岡今日7人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました。ストライク。少し迷ったか。第2球投げた。打った。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは曽根に変わりまして、第9背番号59シンカー見送ってストライク。第2球投げた。シュートはボール。アウトコース低め。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。ボール。さあ5球目ボール。第6球を投げた。ストレート。空振り三振。バッターはトップに帰って西川。第9球シュートはボール。投げました。ストレート空振り。タイミング合いません。投球は3球目。投げました。ボール。第
次が5球目。投げました。流し打ち。どうだ。三遊間ライナーで破った。レフト前のヒットになります。西川ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトからサヨナラのランナーが出ました。左バッターボックスは松山。今日はホームランを打っています。初球空振り。タイミング合いません。投球これから2球目。ボール。ベイスターズ、ここは引っ張りに警戒します。投球はこれから3球目。3球目空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。一塁へ一つ牽制球を送りました。追い込んでから第4球を。低めの球、見逃し三振。延長11回の裏が終わって2対2同点です。九里降板。マウンドに上がったのは市岡。今日6人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げました。ストレートはボール。まずはインロー。投球これから2球目。2球目空振り。投げた。ストレートはボール。さあ4球目決まってストライク。少し迷ったか。第5球投げた。打ちました。ファウルボール。さあ6球目投げた。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。第1球投げた。まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた。見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。打ちました。菊池ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは守備の名手山田。今日はここまで4打数1安打1三振。バッターの足元。第2球投げました。打ちました。ショートバウンド。セカンドから1塁送球。菊池軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。ベイスターズ結局三者凡退、無得点に終わっています。延長12回の表が終わって2対2カープ。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは鈴木。通算100号本塁打まであと5本としています。第2球2球目ストライク。第3球は見送ってボール。第4球を投げました。アウトコースをつけた。ライナーやヒット。ライトからセカンドへ。鈴木ツーベース。ベイスターズサヨナラのピンチとなりました。リプレイをご覧ください。ここまで2安打の丸。通算155本塁打まであと4本としています。ここで申告敬遠を選択。勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。ベイスターズここはバントに警戒します。二塁ランナー三塁へ向かう。三塁フォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。まずは二塁牽制。二塁タッチはセーフ。ボール。セカンド牽制。二塁タッチセーフ。打ったいい当たりだ。ライトへ持っていった。ライト下がった。サヨナラか。ボールは中継。サヨナラ。サヨナラ勝ち。カープ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように3対2カープサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は市岡、敗戦投手は藤岡。カープ今日は素晴らしい戦いでした。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしました。